リストルに来たということで、バースから電車で15分かからないぐらいですかね、ついにブリストルにやってきました。さてざっくりプランですけどね、街はそれほど大きくないということなので、ブラブラと街巡りをしていきたいと思います。ここはバンクシーの出身地でもあるので、ストリートアートも楽しんでいきたいと思います。駅を出てもう1分のところのバス停からですね、この8番のバスに乗ればクリフトンサスペンションブリッジ、名所に行くということなので、市内中心地を通ってブリッジまで行きます。じゃあ早速乗りましょう。いいタイミング。ここ素敵な絶景の橋なんですけど、おそらくこれ自殺の名所になっちゃってますね。だから最後に思いとどまるためにちょっと連絡をというか、私たちに話してという感じで緊急的な連絡先が提示されてますね。ここに上がってくるまでにたくさん花束のある場所、献花台がすごく何個かあったんですよ。いや、もしかしたらなと思ったんですけど、そのまさかですね、ここから飛び降りて亡くなる方が結構いるんだなと。結構若い人とかも多く写真と花が添えられてたので、若い人の方がむしろ多い印象ですね。絶景で素晴らしいんですけど、ここはなんと自殺の名所でした。ブリストル自体が大都市でもう見どころだらけってわけではないので、もうここはもう外せないポイントの一つでしょうね。ちょっと街の外れですけど、もうバスで1本で、駅から来れるので、ここはもうぜひ来ていただきたいところです。今日もねほぼ1日雨の予報でしたけど、この通りです。イギリスを旅行するときに雨予報でプランを完全に変えてしまうのだけはやめてください。雨の中でもいい意味で裏切られますから、こんな感じで。さてそれではブリストルのストリートアートを見に行きましょう。
つけました。正確な場所をわからないままざっくりと歩いてたんですけど、まあ、綺麗な景色を見て振り返ったらありましたね。バンクシーの作品です。いやー、歩いて苦労して見つけるとちょっと嬉しいですね。初期の作品ですかね、バンクシーの作品です。それではちょっとカフェで休憩タイム。ブリストルミュージアム&アートギャラリーにやってきました。今回は事前にちゃんとブッキングしてあります。このコロナ禍ではほとんどが事前にブッキングしていないとどこの博物館も入ることができません。なので今までの旅のスタイルでプラッと気になったから入るっていうことができないので、事前に面倒くさくてもブッキングしましょう。それでは行きます。1日ブリストルを歩きました。ブリストルの印象としては、他のロンドンをはじめとして他のイギリスの街と違って、なんか公衆トイレが多いんですよね。イギリスはもうそもそもトイレがないというふうに頭の中であったんですけど、結構要所要所で公衆トイレがあったりとか、駅なんかも水を汲む場所があったりとか、結構優しい街だなっていう印象もありますし、まあ人もロンドンに比べて少ないですからね、おしゃれでなんか港町、南西部の港町の落ち着いておしゃれな雰囲気をゆっくりと楽しめる、そんなブリストルでした。はい、バンクシーアートもちらほら見れましたけども、素敵な街でした。ブリストルからでした。